こんにちは、速稼塾の久保です。今回は花屋龍馬さんの動画を拝見して、花屋龍馬さんにねメッセージをお送りしたいと思います。そしてですね、花屋龍馬さんにご興味をお持ちの YouTube 閲覧者の方、 YouTube ファンの皆さんにもお伝えしていこうかと思います。今回花屋龍馬さんの愛の学び場というねタイトルがありましたけども、前回も同じような動画をいただいたんですけどもね、もう完全にもう大悟さんですよ。この花屋龍馬さんって方は速稼塾、そして久保哲郎を分析して分析して分析して、しかも動画の内容っていうのは全部正解なんですよね。だからこれが分かるっていうのが本当花屋龍馬さんのセンスの高さ、レベルの高さだと思います。で、私はね40歳までは本当鳴かず飛ばずの人生でした。どちらかというと飛んでしまったような人生だったんですけども、40歳からねインターネットっていうものを手に入れて、そして YouTube とか Facebook、SNS ってものを出会ってですね、これを使いこなしたらもしかしたら何かの分野で人生初の一番になれるんじゃないかなと思ったんですよ。そして私はですね YouTube をはじめ Facebook、SNS ですね、そしてサイトを作ったりとかアフィリエイトを取り組んだりしました。この分野でおそらく私は一番になれるんじゃないかなと本当にそう思ったんですよね。じゃあどこの一番か、世界で一番ではありません。広島でいいんですよ。広島で一番ということは中四国でもしかしたら一番に近いのかもしれない。そうすると全国レベルで見てもまあ箸か棒には引っかかるんじゃないかなっていうね、そんな目論見もありました。とりあえず広島で一番になることだと思いました。広島のこのね速稼塾というもの、インターネットビジネススクール、おそらくですけど2013年の段階では私ほど精力的に活動したこういったインターネットを使ったねビジネスマンっていうのはいらっしゃらなかったんではないかなと思います。 YouTube をこれほどまでに量産して、ホームページをこれほどまでに量産して、そしてインターネットを使ってですね、私ほどに集客した人物は、ね、たった一人で集客した人間というのは2013年私しかいなかったんじゃないかなと思うぐらいです。で、その心理状態っていうのはまさにね花屋龍馬さんが言われたようなワントゥーワン動画の使い方と、あとはオフィシャル動画の、要するにねワントゥー皆さんっていうね、この動画の使い方なんですよ。私はどうしてかというと、花屋龍馬さんの言うようにね、一つのテーマにわたって第1話、第2話、第3話というふうな形でくくって話すときって、もう進めば進むほどどちらかというとね、厳しい内容になってるわけですよ。厳しい内容をなぜするかというと、第1話で厳しい内容が通り抜けられた人には第2話さらに厳しい山を用意してるんですよね。その山を越えられた人には第3話でさらに高い山を用意してるわけなんですよ。で、私が行き続いてほしいのはお金と時間からの解放なんですよね。多分多くの方も求められてるでしょう。じゃあどのレベルでできるかというと、私はですね日当10万円ってものを再現することができると思います、他社に対してです。ただそれは並大抵ではないんですよ。ついてこれないと思います、ほとんどの方は。ほとんどの方はついてこれない日当10万っていう世界、そう3年間で1億円以上っていうことになりますけども、それをですねついてこれないにしても、まあ日当1万とか日当1000円みたいなね、そんなところから始めていくことはできるんじゃないかなと思うんですよ。そうなるとですね、オフィシャルの動画とワントゥーワンの動画っていうのの使い分けっていうのが極端になってきて、オフィシャルの動画っていうのはですね、やっぱり現実を見せないといけないなと思うんですよ。で、ワントゥーワンの動画は心を折るのが目的じゃないんで、やっぱり優しく包み込みながらオフィシャルの動画を見てねって形なんですよ。要するに速稼塾の中でもそのワントゥーワンの動画についてこれる人っていうのは厳しさっていうのはきちんと知ってるわけなんですよ。そしてオフィシャルの動画は欠かさず見てるんですよ。その上でオフィシャルの動画を踏まえた上で私からの穏やかなねメッセージっていうのを受け取ってくださるから、まあ進化が早いのかなと思います。もちろんですね、進化の度合いっていうのも稼げる進化なのか、それとも行動できるレベルが上がるのかっていう進化、この2つがあって、最初にやっていただくのは行動のレベルが上がるってことなんですよ。日々動画を作っていくとか、日々サイトを作っていくとか、日々 FX に取り組んでいくとか、そしてその記録をつけてプランドゥーシーチェックがちゃんとね繰り返しできるのかってこと、そして自己否定といって今まで積み重ねてきたことが全部もうこれ無駄になるかもしれないってことを覚悟でやらないといけないってことなんですよ。とかくビジネスとか投資とか人生っていうのは不確定要素がね入ってるわけなんですよ。必ず入るんですよ。不確定要素がなくなるまで行動することはできません、待つことはできませんし、不確定要素があった状態で行動するからリスクヘッジが必要になってくるってことを伝えてるんですよね。不確定要素があるのにリスクヘッジもしなければそれはうまくいかないと言いますか、まあなんと言いますかね、まあブレーキがない車に乗るようなもんですよね。事故って終わりですよね。自動車保険にも入らないでしょ。やっぱり我々はブレーキっていうリスクヘッジがあって、自動車保険というリスクヘッジがあって、交通法規というリスクヘッジがあるからアクセルを踏んで運転に臨むことができるわけなんですよね。そういうのが全部なかったら怖くて運転できないですよね。私でもですね、車を運転するときに任意保険に入ってなかったら怖くて運転できないです。
ね、多分ね、運転される方は同じような思い持ってると思うんですよ。でもことビジネスとかね、恋愛とか人生とか投資に関してはリスクヘッジしなくても平気で運転してるんですよ。だからそういう人に対しては私はもう責任は持てないし、そういう人はね、どうぞ破産してくださいと思うんですよ。そういうなんかやっぱり私がねメッセージを伝えてるのに、いいとこだけ受け取って厳しいところをまあスルーされる方ってこれは失敗に向かうわけなんですよ。日当10万とかおぼつかないわけですよね。でまあ繰り返しになりますけども、日当10万っていうのは何に向かってるかというと、3年で1億なんですよ。1億円稼ぐっていうのは並大抵じゃないです。特に1億円稼ごうと思ったらどうすることができるかっていうと、租税効果を考えると2億円の利益出さないといけないんですよ。2億円の利益出すってことは売上で10億円作って粗利が2割なら2億円なんですよね。でそう考えていったら1億円稼ぐのね、並大抵じゃないと思うんですよ。その並大抵から目をそらすために、なぜかね投資とか暗号通貨とかウォレット型アプリとか行っちゃうんですよ。こんなレベルの高いものとか見分けにくいものとかリスクヘッジが不能なものっていうのは私は絶対手を出さないんですよね。手を出すにしても余剰資金の本当に最後の1円とか2円を使うレベルなんですよ。まあそういうことをね伝えていくときに、私から離れていく方っていうのはなぜかね、その失敗するべき選択を取っていくかなというところがあります。いろいろと申し上げましたけども、私がね今回の動画で言いたいのは、花屋龍馬さんの分析はもう最高だということなんですよ。その通りなんですよ。で花屋龍馬さんがね速稼塾に、まあ、思いを込めていながら速稼塾に参加しないっていうその意思も私よくわかります。で花屋龍馬さんはね、速稼塾に参加するしないとかではなくて、花屋龍馬さんというそのねコミュニティのトップで居続けてもらいたいと思うんですよ。もちろん私はこの私のねオープン動画っていうのは速稼塾かなり多いですから、ご覧いただける範囲で十分だと思いますし、で花屋龍馬さんはそれを踏まえてですねご自身のレールを引いていただきたいと思います。でもっと言えばですね、花屋龍馬さんは自分の道を進むから私を超えることなんて簡単にできますけども、私に学び始めたり私の弟子になると多分頭打ちになるんですよ。これも花屋龍馬さんがねご自身で感じてらっしゃるその通りなんですよ。だから花屋龍馬さんはどこかに属するんではなくて誰かを属させるのに向いてると思います。リーダー格なんですよね。だからそういう意味では私と同じような歩み方をしていると思います。私もどこかに属することはなく、自分の軍団、自分軍団って言うんですけどね、自分軍団を作ること、その頭になることが必要最低条件だと思ってるんですよ。そして私の速稼塾に関わった方も早くね私を出して、久保哲郎がいらない状態、久保哲郎がいらなくても速稼塾がなくても自分が頭に立って自分軍団を作れるようなね、そんな人材になっていただきたいかなと思います。まさにこういう人材っていうのは、自分がリーダーっていうのはこれからのこの日本に、ね、必要な人間だと思うんですよ。厳しいこと言うとね、それ以外の人間はいらなくなると思います。はい、私はですね、日本人の人口1億人いたら1億ジャンルあるべきだと思うんですよ。1人が1ジャンルです。どんな変なジャンルでもいいんですよ。そしてその一つのジャンルを持つってことは他に誰も変われないってことなんですよ。こういう他で自分の代わりができないような自分を作っていかない限りはもう突破口はないと思うんですよね。そういう意味で花屋龍馬さんは花屋龍馬さんというねそのブランドを作ってこれからも進めていただきたいと思います。速稼塾というブランドはこれからもずっとね私一人が思いを込めてやります。そしてある一時期いろんなね塾生さんが入っていらっしゃって、そして私は速稼塾がいらなくなる、私の動画の再生数がゼロになる、私の動画の再生数なんてもう再生なんていらないぐらいのまあねレベル、私も大したことないですけども、久保哲郎の動画見なくてももう大丈夫だよ、言うこと分かってるよ、だから再生しないよみたいなね、私は動画の再生数がゼロに向かうことを本当に願ってるんですよ。通常は動画の再生数が広がることをね求めていろんなタグを入れたりするんですけども、私はねその自分の動画がたくさんの人に見られて、その結果広告収入とか自分の塾の集客に生かせるみたいなことは全く考えてないんですよ。逆でですね、私がいらなくなる、私の存在なんてもうね本当早く隠居してくれみたいに思われるぐらいに、もうね皆さんの方がレベルが高くなることを私も信じてますんでね、そのきっかけとして速稼塾っていうのは第一歩としてね、できないというか行動できない自分がちょっと行動できるようになったかなっていうところをちょっとお手伝いすることができるかなというところでございます。まあ稼ぎということで言えばね、私はだから3年間で1億円の利益を皆さんに提供することができますけども、その3年間で1億円なんて到底ですね、やり方が分かってもついてこれないです。で私はやり方が分かんなかったけども自分で作れたんで、自分でね大したもんだなと思うんですけども、ただねこれ本当に難しすぎて、なんていうんですかね、多くの方にはちょっとお勧めできないです。それこそですね、人を見たら金と思いぐらいのマインドがいるんですよ。この人からいくら分取れるかな、そしてお金を払いたくなるようなこの人の悩みっていうのは何かな、そしてその人の悩みをお金によって解決する、払えば払うほど解決できるよっていうものをこちらでね出していこうとした、要するに人の弱みにつけ込んでビジネスをしてたわけなんですよ。
まあ、弱みってこれえげつない言い方したらですよ。でこれからは皆さんもね、人の弱みにつけ込んでビジネスをするしかないんですよ。その人の弱み、一番痛いところ、苦しいところを取り除いてあげるからお金ちょうだい。はっきり言ってこれがビジネスじゃないですか。うん、だから愛情がある人っていうのはね、そこを履き違えないはずなんですよ。うん、どういう意味かっていうと、なんですか、好きなことをやればいいじゃんって終わってはダメなんですよ。ビジネスがしたい、お金を稼ぎたいって人には人からお金をもらう、そのテクニックを教えないといけないんですよね。それは心理的な隙をついたりとか、その人の強みとか弱みを知って、その人の強みに対してさらなるメリットを与えるっていうのは難しいんで、一番弱ったところを癒してあげますよって形でね、商品とかサービスを提供するわけですから。だから私は思うんですよ。見ず知らずの人には商品は売りにくいぞと。一番自分が分かっている人、家族とか肉親になるんですよ。そういう人の苦しみとか悩みを取り除くからお金をちょうだいと。多くの方は違いますよね。自分の知り合いとか身内とか家族とかに商品を勧めてお金をもらおうっていうのは非常に抵抗あると思うんですよ。で、全然知らない人に物を売ろうとするんですよ。私から見るとこんなに難しいことはないですよ。売れるとそれはたまたまでクレームにつながると思うんですよ。でも家族はクレーム来ないですからね。それは思いを込めて、その家族っていう関係を壊したくないからやると思うんですよ。まあこれ別の動画でも話しましたね。ということなんで、ちょっとだいぶ同じような内容を喋ることになったんで、まとめさせていただきます。花屋龍馬さんはもうね、私にとっては N 国党に対する大悟さんみたいにね、分析がすごく正確です。ですから丸裸みたいなもんですね。でも本当にね、それを発信できる花屋龍馬さんすごいなと思います。そしてですね、今回花屋龍馬さんが作ってくださった動画に対して、私の速稼塾のね、塾生さんも天野さんもそうですしね、それから西青倉さんの山根さんも、花屋龍馬さんを、分析すると言いますか、花屋龍馬さんに対してのワントゥーワン動画を作ってますので、ご覧いただければ幸いでございます。天野さん、ゆとりライフの天野さんとですね、西アークラソンの山根さん、このお二人の動画をご覧いただければ本当に嬉しいと思います。それではこれからもよろしくお願いします。花屋龍馬さん、ありがとうございました。